撮影戦争は、薩摩藩とグレートブリテン及びアイルランド、連合王国の間で戦われた戦闘。文久2年旧暦8月21日に、武蔵国吉祝軍生麦村で発生した生麦事件の解決と保障を、艦隊の力を背景に迫るイギリスと、主権統治権のもとに、平成の近代化で培った実力でこの要求を、 拒否し防衛しようとする薩摩藩兵が、鹿児島湾で激突した。薩摩砲は、鹿児島城下の約1割を消失した他砲弾や、弾薬庫に損害を受けたが、イギリス軍も、帰還由来アラスの艦長や、副長の戦士や、軍艦の大破中破など、大きな損害を被った。この戦闘を通じて、薩摩とイギリスの双方に相手方のことをより詳しく、 知ろうとする機運が生まれ、これが以後両者が一転して接近していく契機となった。鹿児島では、前はマイスサと呼ばれる。文久2年8月21日生麦事件が発生する。横浜港付近の武蔵国吉樹郡生麦村で、薩摩藩主の父、島津久光の行列を乱したとされる。 イギリス人4名のうち3名を、島津家家来の奈良原喜左衛門、海江田信義らが殺傷する。この種の事件は、不平等条約を強制された国々で発生せざるを得ない特徴的な事件である。居留地にいる条約締結国国民は、違い法権で保護されている。居留地以外では、当該国の方に従うことになる。そして、 居留地に居住する外国人は遊北域が認められている。横浜では神奈川六号川筋を限りとして、その他は各方へボンジューリとされていた。このグレーゾーンでは正当性が両国の力関係で決定される。このような紛争を介して欧米列強はどの国においても内地自由通行権の獲得に力を注ぐことになる。 イギリス公使代理ジョン・ニール交渉までの経緯については、備行を参照のこと。文久3年5月9日、イギリス公使代理のジョン・ニールが、幕府から、生麦事件の賠償金10万ポンドを受け取った。6月22日、ニールは、薩摩との直接交渉のため7隻の艦隊、コルベット、パール、銅、パーシュース、銅、アーガス、宝冠、レースホース、銅、 コケット、銅、ハボック、指揮官、イギリス東インド艦隊司令長官、オーガスタス・レオポルド・キューパー海軍少将とともに、横浜を出港。6月27日に、イギリス艦隊は、鹿児島湾に到着し、鹿児島城下の南約7キロメートルの谷山号沖に闘病した。薩摩は、騒動員体制に入り、寺田や騒動関係者の謹慎も解かれた。 6月28日、イギリス艦隊はさらに前進し、鹿児島城下前の浜約1キロメートル沖に闘病した。艦隊を訪れた薩摩の死者に対しイギリス側は国を提出。生麦事件犯人の逮捕と処罰、及び遺族への再使用育料として2万5000ポンドを要求した。島付は回答を留保し、翌日に、 鹿児島城内で会談を行うことを提案している。6月29日、イギリス側は、城内での会談を拒否、早急な回答を求める。島付は、生麦事件に関して責任はないとする返答書を、イギリス艦隊に提出し、イギリス側の要求を拒否した。イギリス艦隊は、桜島の横山村、小池村沖に移動した。一方、 奈良原紀左衛門らは、イギリス艦が、浸水、食料を求めたのに対して、奇襲を計画し、海江田信義、黒田清高、大山岩らが、国書に対する、答えしと、果物、スイカ売りに変装し艦隊に接近した。死者を装った一部は、上官に成功したが、艦隊側に警戒されて、ほとんどの者が乗船を拒まれたため、奇襲作戦は中止され、 奈良原らは退去した。7月1日、ニール代理講師は、島津家の使者に対し、要求が受け入れられない場合は、武力行使に出ることを通告した。島津家は、海戦を覚悟し、当主、島津重久と後継に役、島津久光は、鹿児島城が、栄艦,艦隊の艦砲の射程内と、判断されていたため、新たに本営と定めた鹿児島近在に下村の戦。 漢字に移った。イギリス艦隊の機関には幕府から得た賠償金が積まれていたが、イギリス側は島付との賠償金の交渉を有利にするために薩摩旗船3隻を略奪した。これに激発した薩摩法の砲台との間で戦闘が開始された。イギリス艦隊と薩摩砲台の戦闘7月2日、夜明け前、パール、アーガス、レースホース、コケット、 ハボックの艦隊5隻は、薩摩の蒸気船の天遊丸、白鳳丸、青、高丸を重富の脇元裏において、これら3隻の原則に節減すると、イギリス艦から50、60人の兵が乱入した。薩摩蒸気船の乗組員が抵抗すると、重剣で殺傷するなどして3隻の乗組員を、強制的に陸上へ排除して船を奪取した。この時、 天遊丸の船奉行天役5代、サイスケや、青、高丸の船長、松木公安も、捕虜として拘禁された。午前10時、捕獲された3隻は、コケット、アーガス、レースホースの各艦の原則に1隻ごとに祝えられて、敬引され、桜島の小池沖まで栄光された。これを、イギリス艦隊の盗賊行為と受け取った薩摩方は7カ所の、砲台に、 追悼の例を出す。当時の新聞による、宣教図正午、湾内各所に設置した砲台の中で、薩摩本営に、最も近い天保山砲台へ追悼例の、休止として、大久保はじめ像が差し向けられ、到着する間もなく期間由来ヤラスに向けて、砲撃が開始された。一方、対岸の桜島側の袴越砲台は、城下川での発砲を知ると、眼下のイギリス艦。 パーシュースに対して、砲撃を開始した。この砲台の存在を知らなかった、パーシュースの艦長は、砲台からの命中弾に慌てふためき、怒りの切断を加齢すると艦はその場から逃走した。不意をつかれた、キューパー帝徳は、艦隊の戦列を整えるために、桜島小池沖の艦隊5隻へ、ハボック一艦のみを残し、 薩摩船3隻の焼却命令を信号により発令した。イギリス側の乗組員は天遊丸、白鳳丸、青高丸から貴重品を略奪すると、砲撃を行った上でこれらの蒸気船3隻に放火し、ハボックが焼却、沈没を見届けた。ギオンノス新派と砲台の絵巻物その後イギリス艦隊は、戦列を整え、機関ユーラヤラスを先頭に、 三十人で、第八大城、第七大城、第五大城に向けて、両舷側の自在砲を用いて発砲。艦隊の107門の方は21門が、最新式の40ポンド110ポンドアームストロング砲であり、これを用いて、陸上砲台に接近しての砲撃を行った。これに対して、薩摩の砲台、台場からの応戦による大砲の発砲は数百発に、 および、接近する艦隊に、小銃隊も、砲撃の合間を縫って、狙撃を行った。イギリス艦隊の、第8大乗、第7大乗、第5大乗への攻撃では、正確な射撃により、薩摩川の大砲8門を破壊した。薩摩川は、暴風の影響による砲台への浸水や、イギリス艦隊の方に比べると、微砲の射程距離が短いなど性能が劣っているという。 不利な点もあったが、薩摩砲台に接近する艦隊は、午前からの交点や機関骨障により、相関を誤り、薩摩川への有利な戦闘展開となった。薩摩川も、敵艦への突撃、追撃用に上に船の船首に18金単動砲や24金単動砲を一門備えた11人乗り小型点数装の水軍隊が弁天鳩から出動し、砲撃を試みたが、 公天のため船内への浸水などで退却した。午後3時前、弁天鳩砲台の29母9砲の弾丸一発が、機関由来アラスの甲板に落下、軍技室で破裂、爆発、居合わせた、艦長、司令や副長などの士官が戦死。キューパー提督は、艦長や指揮官などと居合わせたが、その場から打ち倒されて、 共に転落するも左腕に傷を負ったのみで助かった。午後3時10分、祇園の巣砲台に接近して砲撃中のレースホースは、檻からの強い波浪や、機関故障により吹き流され、砲台手前の200ヤードで座礁、格座すると大きく傾き、大砲の発砲ができなくなり、小銃で砲台への攻撃を行った。しかし、 すでに擬音の巣砲台の大砲のほとんどが破壊されており、この砲台からの大砲による応戦は行われなかった。また、薩摩川はイギリス艦の座礁とは想定せず、艦から探偵が下ろされたことにより、陸戦は出場と上陸に備えて、台場の陰で敵の襲来を待ち構えた。午後4時頃、イギリス艦隊の3隻は、両艦、レースホースの救出、援護のために、 ギヨンのスホーダイに砲撃を加えながら、両艦の離正を試みた。これに対して新派と砲台が、イギリス艦隊に盛んに砲撃を加え、アーガスに三発の命中弾を浴びせたが、レースホースは、他の両艦により栄光され、五時半頃には救出され、離正した。午後七時頃、砲撃戦に不参戦の、ハボックは単独で砲台のない位相に移動し、停泊中の琉球船三隻と、 日向国中軍の赤い船2隻を襲い焼却する。その後、両艦、パーシュースも加わり、大砲やロケット弾を用いて、近代工場軍を備えた、繁栄修正艦の一隊を攻撃し、ことごとく破壊した。攻撃後、日艦は艦隊の停泊する、桜島横山村、小池村沖に戻った。なお、この時ハボック号が砲撃した、琉球船には、 たまたま薩摩へ、琉球施設として赴いていた、琉球国の王子、ヨナグスク長期が乗船していた。ハボック号の砲撃によって被災した際、薩摩の天馬船に乗って王子は命からがら逃げ出している。午後8時ごろ、上町方面の城下では、さきの、パーシュースのロケット弾などによる、艦砲射撃で火災が迫り、民家、侍屋敷、寺社などの多くが消失した。 7月3日、前日の戦闘で戦死した、機関艦長や副長などの11名を、近郊湾で水槽にする。艦隊は戦列を立て直し、市街地と両岸の台場を砲撃して、市街地及び島津屋敷を延焼させた。また、砲撃により、第11台城及び都出台場の火薬庫が、爆発して、天保三歩台より反撃があったが、 その後台場からの反撃は収まり、沖小島台場からの砲撃に応戦しながら、湾内を南下、谷山沖に停泊士官の修復を行う。この時、薩摩方により沖小島と桜島の間付近に、修正艦で、島津成明公の時代に製造した、電気点火装置の水中爆弾3機を仕掛けて、待ち伏せしていたが、 沖小島台場の砲撃により、イギリス艦隊は進路を変更したため近寄らず、失敗した。7月4日、艦隊は弾薬や石炭燃料が消耗し、多数の死傷者を出し、薩摩を撤退した。その中の一艦は、艦隊から友綱を外し、損壊も甚だしく、小ねじめの養生に停泊して、修理を行っていたが、7月6日夜に、 他の艦が来て栄光されていった。7月11日、全艦隊が横浜に帰着。薩摩川の砲台によるイギリス艦隊の損害は、大破一隻、中破二隻のほか死傷者は63人に及んだ。一方、薩摩川の人的損害は、疑音の巣砲台では、最初聖太郎のみが戦死し、同砲台の諸砲台総物主の川上流栄や他に、 守備兵6名が負傷した。他の砲台では、沖小島砲台で2名の砲手などが負傷した。市街地では7月2日に流れ玉に当たった、守衛兵が3人、死亡、5人が負傷した。7月3日も流れ玉に当たった、守衛兵1名が死亡した。物的損害は、台場の大砲8門、火薬庫の他に、鹿児島城内の矢倉門と損壊、修正館、 中戦局、自社、民家350余都、藩主屋敷160余都、藩旗船3隻、琉球船3隻、赤い船2隻が消失と、軍事的な施設以外への被害は甚大であり、艦砲射撃による火災の消失規模は、城下市外地の10分の1になる。朝廷は、島津家の上位実行を称えて、放送を下した。横浜に帰ったイギリス艦隊内では、 戦闘を中止して撤退したことへの不満が兵士の間で募っていた。1863年8月15日、鹿児島攻撃時の戦闘隊列でのイギリス艦隊を一覧で表す。死傷者のなかったハボックは砲撃戦に参加せず、琉球船3隻と赤い船2隻を襲う。交渉に当たった、薩摩川の藩士たち9月28日から、第1回は僕の談判 横浜の英国公使館の応接室にて、島津家の茂野幸之助が主導、補佐として、同岩下佐治衛門、佐渡原島津家の家老の河山久しのぶる、の世次郎佐衛門のなどが同席。代理公使、ニール大佐との談判では、薩摩側は、イギリス艦が、薩摩祈船を略奪した件を追及し、イギリス側は、生麦事件を挙げて、紛糾、決裂したが、 幕府側の仲裁で次回談判を取り決めた。茂野らと同行した高崎伊太郎は一橋教の内名にて京都にいたため同席しなかった。10月4日から第2回和睦の談判島付家の弱した茂野は前回と同じくイギリス側の火を責めるが、ニール講師も同様に全く自説を変える様子もなく、談判は紛糾、決裂し、 次回談判となった。10月5日から第3回和睦の談判本家を有料する和睦派の佐渡原島付の河山のセラは幕府側の説得を受け入れて薩摩側への和睦を促し、重野らはイギリスからの軍艦購入を条件に不助量を出すべしと義を決した。イギリス側は軍艦購入の圧戦を承諾した。 島付は2万5千ポンドに相当する6万3百両を幕府から借用して支払ったが、これを幕府に返さなかった。また、講和条件の一つである生麦事件の加害者は逃亡中として処罰されなかった。イギリスは講和交渉を通じて、薩摩を高く評価するようになり、関係を深めていく。薩摩側も、 欧米の文明と軍事力の優秀さを改めて理解し、イギリスとの友好関係を深めていった。生麦事件発生以前にも二度にわたる、イギリス公使館襲撃などで、イギリス国内の対日感情が悪化している、最中での生麦事件の発生に、ジョン・ラッセル外相は激怒し、ニール代理公使及び、当時艦隊を率いて、横浜港に停泊していた東インド。 極東艦隊司令官のジェームズ・ホープ中将に対して対抗措置を指示していた。実は二度目の東全寺襲撃事件の直後から、ニールとホープは連絡を取り合い、さらなる外国人襲撃が続いた場合には、関門海峡、大阪湾、江戸湾などを艦隊で封鎖して、日本商船の海戦航路を封鎖する制裁措置を検討していた。当時、日本には、 砲台は存在していたが、それらの射程距離は、外国艦隊の艦砲射撃の射程距離よりも、はるかに短く、ホープはそれらの砲台さえ無力化できれば巨大な、軍艦のない江戸幕府や諸下にはもはや封鎖を解くことは、不可能であると考えていた。実際に、文久2年11月20日に、ビクトリア女王臨席で開かれた、数密院会議で、 対日海上封鎖を含めた武力制裁に関する直例が可決されている。だが、ニールもホープもこの海上封鎖作戦を最後の手段であると考えていた。ニールは、ホープに代わって、東インド極東艦隊司令官となったキューパー少将を横浜に呼び寄せ、文久三年二月四日、幕府に生麦事件と東善寺事件の賠償問題について、 最後通帳を突きつけたが、この際に、日本を海上封鎖する、可能性をわざわざほのめかしている。江戸幕府は、フランス公使、デュシェヌード・ベルクールにイギリスとの仲介を依頼し、文久3年5月9日にニールと、幕府代表の小笠原おさとの間で、賠償交渉がまとまった。このため、ニールとキューパーの2人は日本に対する海上封鎖作戦を直前に中断した。 幕府との交渉が決着したため、続いて実行犯である島津家との交渉のため、ニールとキューパーは、薩摩に向かったが、この時点では戦闘の可能性は、低いと考えていた。なお、ホープは、会場封鎖を行っても賠償に応じない場合を、想定して、陸軍と協議して、京都、大阪、江戸を占領する計画をも検討していたが、仮に占領可能であったとしても、 天皇や将軍が山岳部に逃げ込んで、ゲリラ戦に持ち込まれた場合は不利であると結論しており、事実上断念している。また、当時の英国に十分な数の陸兵を日本に派遣する余裕はなかった。実際ニールは、横浜防衛のために2000人の陸兵派遣要請を、したが、それすらも拒否されている。 アームストロング砲当時の最新鋭兵器として期待されていたアームストロング砲はこの戦闘で暴発や不発が多いことが実践で判明したためイギリス海軍からすべての注文をキャンセルされたさらに輸出制限も外されて海外へ輸出されるようになり後に日本にも輸入される原因になったとされるなお当時の事件を伝える新聞では イギリス艦隊側の負傷者指名と傷の詳細や戦闘の様子が掲載され、その戦死者の負傷状況などからも破裂弾の着弾爆発による被害を物語っているなど、この新聞記事ではアームストロング砲の暴発については一切触れられていない。また、機関由来アラスには、薩摩川の急砲弾などが数発命中し、それらの破裂弾により、 艦隊全体の死傷者数の4割以上を一つの艦で占めるなど、由来アラスでの死傷者は31名に及んでおり、その詳細な状況から法の暴発があったとしても、被害は限られた範囲の事象と推定できる。アームストロング砲暴発の拡大解釈を招く、事象として、薩摩川の十インチ砲弾により、ライアラスの艦艦に備えた第三番砲が直撃弾を受けており、 その法院らが一度に支障している。移説、ありがとうございます。